こんにちは、兄です。今日はガシャポンウルトラカプセル06、こちらを見ていきたいと思います。はい、ウルトラマンジードのテレビ放送が終わってもうすぐ3ヶ月経つんですけども、ウルトラカプセルまだ頑張っております。ガシャポンウルトラカプセル06ということで、ガシャポンの第6弾ですね。でもう皆さんね、ご存知かと思うんですけども、今回のラインナップ、まあすごいというかひどいというか、もう鬼畜仕様になっております。じゃあ中入ってるね、紙から見ていきましょう。中の紙はこのような感じで、ガシャポンウルトラカプセル06、オーブオリジンがオーブカリバーを持っております。全9種類ですね。で、ラインナップは、1番グレートカプセル、2番パワードカプセル、3番ゼアスカプセル、4番ティガカプセル、ちょっと口が回ってないですね。5番が、レアカプセルで、オーブオリジンのオーブカリバーバージョン、そして6番ウィンダムカプセル、7番アギラカプセル、8番ミクラスカプセル、ミクラスカプセルで、9番がジャグラーカプセルとなっております。で、いつものね、遊び方であったりとか、あと裏面はね、注意書きとか、お客様相談センターのね、こういった電話番号が書いてあります。そうですね、今回はもう再販っていうかね、過去にガシャポンでねラインナップされたものと、あとレアカプセルっていうね、そういった、ラインナップになっております。アソートは確認はしていないんですけども、今までの流れからいくとね、40分の1ですね、一つの筐体にこれが1個しか入っていないっていう、そういったアソートだと思います。違ったらごめんなさいね。で、まあそうですね、思うことは一番最後に言いましょうか。で、過去のね、ものっていうか、ラインナップされたものは今日はあえてやる必要ないと思うので、見ていくのは、レアカプセルのね、オーブオリジンのオーブカリバーバージョン、こちらをね、じっくり見ていって、まあ一応ね、音声は全部鳴らしたいと思っているので、まあそれは最後にね、おまけな感じでくっつけたいと思います。では、レアカプセルね、見ていきましょう。はい、これがレアカプセルのウルトラマンオーブ、オーブオリジン、オーブカリバーバージョンでございます。いかがでしょうか？すごい綺麗ですよね。ここの部分メタリックブルーで塗装されていて、成型色はクリアブルーのラメ入りになっております。ラメがね、結構強く入っているので、ここのね、底のピンの位置や書いてある数字とかはちょっと見づらいですね。V の43でベンダーですね。ピンの位置もいつものね、ウルトラマンと同じ見慣れた位置になっております。で、柄の方はこういった感じで、まあ、オーブオリジンが手を挙げていて、こちら側にね、オーブカリバーを持っております。今回色がついていなくてね、ちょっと薄っ白い、まあ、光ってる感じにも見えなくはないので、もしかするとね、そのルサールカの爆発の時のバージョンなのかもしれないですね。で、ちなみにこれ先日紹介したね、ルサールカ出現バージョンのソフビです。気になる方はね、ここら辺にリンク貼っておきますので、飛んでみていただければと思います。で、あと仕様については、まあ、いつもと全く一緒で、スイッチをね上げるとここからねエネルギーが出てくるという、こういった感じですね、うん、ここのね黒いラインがちょっと気になるっていうか、全部ね同じ薄っちるい感じにしちゃった方が統一感があっていいと思うんですけど、なんかね気持ち悪いんですよね。で、ニュージェネレーションセットに入っていたオーブオリジンをね一緒に持ってくるとこういった感じで、まあ、この角度で見るとね、絵柄とかは全く同じような感じですかね。で、オーブカリバー持っていないという、そういった違いがあります。あと色味については、今回ね青いカプセルなんですけども、先日発売されたエボリューションカプセルがね青いので、並べるとこうですね、うん、こちらのエボリューションカプセルの方は成型色の青なので、まあ、やっぱりねこうパッと見た時、こちら側のね塗装のメタリックブルーはねすごい綺麗に見えますね。では音声の方ね聞いていきましょう。
はい、音声はこのような感じになります。まあ、普通のねオーブオリジンの音声とほぼほぼ一緒で、銀河の光が我を呼ぶっていうね言葉が追加されたみたいな、そういった形になっています。はい、ガシャポンウルトラカプセル06のレアカプセル、ウルトラマンオーブ、オーブオリジン、オーブカリバーバージョンを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。メタリックブルーの塗装にブルークリアにラメ入りね、すごい綺麗なカプセルですよね。で、音声も以前発売されたオーブオリジンのね音声に追加があって、まあ、こういった部分でもねすごい良かったですね。で、こっからはぶっちゃけトークでいきましょうか。まあ今回はねちょっとラインナップがすごいというかね、ひどいというか、ちょっときついですよね。今までコンプリートをしてきていた人はレアカプセル以外全部ダブリになってね、いらないカプセルになってしまうと。まあカプセルの改造とかねして、いろんなね絵柄に作ったりとかしてる人はいいかもしれないんですけど、まあでもそれでもきついですよね。40分の1っていうね感じで今までレアカプセルは来ていたので、まあもしそのアソートなのであれば1本ねもうレア出ちゃったら、その後ね何回回しても全部ダブリですからね、ちょっとリスク高すぎてできないですよね。だからまあねこう新規カプセルを3種類で、過去のねラインナップされたものを6種類みたいな、それぐらいのバランスでいけばまだ回したかなっていう気はするんですけども、ねえちょっとねえこれはどうなんですかね。ただね過去のねそのカプセル持ってない人ね、例えばジード途中からこうハマっていって、そのガシャポン01とかね02のものっていうのがもう全部ねなくなっちゃってて、こう持ってなくて嬉しいっていう方もいらっしゃると思うので、その過去のものを入れてくるっていうのは別に悪いとは思わないんですよね。あと今回のラインナップねすごい絶妙っていうかセンスあると思うんですよ。1番グレート、2番パワード、3番ゼアスに4番ティガね、まあここの3種類のカプセルは結構マニアックなねウルトラマンですし、ティガのカプセルは第1弾の時ねレアカプセルに1本持ってかれて少し少なくなってたので、だからそういったところでねここで保管するっていうのもまあいいんじゃないかなと思うんですよね。で、怪獣の方もウィンダム、アギラ、ミクラスという感じでカプセル怪獣がね3匹ここに揃っていて、まあ、こういった部分でもすごくいいと思うし、まあ、レアのねオーブオリジンとこう対になってるジャグラス、ジャグラーがねここに入ってるっていうのもすごくいいと思うので、だから全体的にねラインナップはすごい神ラインナップなんですよ。まあ過去に発売されてるんですけどね。だからこれがね今回新規のカプセルでこういったラインナップですよっていう風になったら、結構みんなおーってなると思うんですよね。うん、だからまあねちょっとこう、失敗気味っていうか、そうだな、これ6で終わっちゃうんじゃないのっていうのは見えちゃってるっていうか、だから最後のカプセルがオーブオリジンのオーブカリババージョンみたいなね、そんな雰囲気がすごいプンプンするんですよね。これで新規のカプセルね、例えばティガがなくてここに新しい何かのねウルトラマンのカプセルで、ジャグラス、ジャグラーじゃなくて何かね新規の怪獣みたいな形になっていれば、そしたらね0708で同じスタイルで、まあ、過去のものも入れながら新規のものもねちょっとずつ出していくよみたいな、そういった流れだったらねおってまた盛り上がれると思うんですけども、ちょっと06で終わっちゃう感じがすごいしちゃうなみたいな、そんな気がしていて、まあねウルトラカプセル集め僕結構楽しんでるので、まだまだ続いてほしいっていうところはあるので、だからねもう少し考えてやっていただけたらなみたいなね、そんな気がしております。次のウルトラマンはどんな感じなんでしょうかね。まだフュージョン系でいくのか、またカプセルを使った新たなね展開を持ってくるのか、まあでもカプセルもねあらかたウルトラマンね発売されたっていうか、結構いっぱい発売されたから、ここからね新たなカプセルで何かっていうのもなかなか難しいと思うんだけど、どうなんですかね。まあねちょっとダラダラと喋っちゃったんですけども、こんな感想でございました。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。あ、そうだ、ずっと毎月ウルトラカプセルのねその
ラインナップを確認する動画を作っていたんですけども、今年に入ってからほとんどカプセルが出ていなくて作ってないんですよね。そこら辺ちょっとどうしようかなと思っていて、もしなんかね新規カプセル、まあ、2018年度版で3月までとかあった方がいいなっていうようであれば作ってもいいかなと思ってるので、もしねそういったちょっと2018年に入ってからのね新規カプセル見たいなって方ね、ちょっとコメント欄で何か書いておいていただけると嬉しいです。まあ一応今口で言っちゃうと、ガシャポンの05全部と、あとエボリューションカプセルと、あとこのねオーブカリバーバージョンのカプセル、これが2018年に入って増えたカプセルですね、うん、そんなに多くはないというか10何個かな13個増えたみたいなね、そんな感じでございます。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。ウルトラマン。